じゃあそろそろ始めたいと思います。株式会社アクセルの土岡です。よろしくお願いします。で、今日はゲスト講師ということで、コリドーストラテジーで、株式会社コリドーストラテジーの代表、取締役、山中さんですね、山中さんの方に、お話をいただくということにしております。で、そうですね、山中さんは、たまたま私がちょっと参加したセミナーで知り合った方なんですけど、本業はね、コンサルタントになるんですかね、コンサルタントの先生でっていうことで、海外のモンゴルにも支店をお持ちでっていうことで、いろいろとモンゴルっていう国が、皆さんモンゴル輸出されてる方ってまだいらっしゃらないと思うんですけど、モンゴルって一応市場として結構車結構出るんですね。で、うちの会社でもまだ輸出してないんですけど、ちょっと来年年明けからちょっと検討はしてます。今ちょっと寒い時期なので、私行ったことないんですけど、モンゴルの人にちょっと秋口ぐらいから春までは行かない方がいいって言われたことがあったので、寒いので、暖かくなってから一度行きたいなとは思ってます。で、結構、うちの会員さんでやってる方とかの話聞くと、割と安定して、冬の間も季節要因がそんなにロシアみたいにないみたいな、ロシアだと冬止まっちゃったりとかそういうのがあるらしいんですけど、冬の間もなんだかんだは割と安定して売れるようなことを言ったので、まあ市場として面白いかなと思ってます。で、山中さん自体はそのモンゴルの、その別に車の専門家っていうわけではないんですけれども、いろいろ全般的なお話ですね、投資関係のこととか含めていろいろお話いただきたいと思います。じゃあよろしくお願いします。皆さん拍手お願いします。コリドーストラテジーの山中でございます。よろしくお願いします。今1時40分ぐらいなんですけど、大体1時間ぐらいということでお話で止まっておりますので、適宜お話ししていきますけれど、途中でも最後の質問等ございましたら、どんどん聞いていただければと思います。それでですね、モンゴルということで、一応古代の方がありますけれど、簡単にまず私のものを何をやっているかというご説明からさせていただきますと、私今43歳なんですけれど、平成4年に、早稲田大学に来まして、私の初めは銀行に10年ぐらい勤めていました。住友信託銀行に、10年ほど勤めておりまして、その間は、法人営業というか、ね、法人向けの、融資ですとか、そういう M&A とか不動産とか、そういった仕事を中心にやっておりました。その中で、銀行を辞めまして、いつか事業会社とか不動産会社とか転職して、3年前から独立しまして、今ほぼ丸3年、コンサルティング業をやっております。ですから、この株式会社コリドーストラテジーというのは、ほぼ設立3年ということでやっております。それでですね、こちらのコリドーストラテジーの方は、もともとモンゴル関係のコンサルティングを中心にやろうと思って設立いたしました。この後はいろいろ話しますけれど、私のたまたま親しくしてたモンゴル人の友人がおりまして、彼が非常にモンゴルの方でステータスがありまして、まだ若い30代の実業家なんですけれど、いろんなわがままも聞いてもらえるんですよ。で、たまたま私の方も、ちょうどそうですね、3年前とか、今でもそうですが、特に日本が政府や大手商社や、大手企業がモンゴルの資源をですね、ぜひ欲しいということを注力していた時期があったので、たまたまそういう方のコネクションもあったんですから、私だったので、お互いをこうマッチングさせるような、コンサルティングというか、ロビングに近いような形で、仕事をしております。で、コリドーストラテジーの方は、私と大学時代の友人がもう一人役員でやってるんですけれど、彼が実はロシア問題とかエネルギー問題とかで、そこそこ影響力というか、世論化というか
そういう人間でございまして、アビル君というんですけど、まあ、彼と一緒にそういう日本の大手企業ですとか、役所ですね、そういったところをクライアントにしながら、香港政府の、まあ、本当に大統領首相クラスから含めて、資源外交の方の、ネゴシエーションの一歩手前みたいなことをやったりしているのが、一つの本業でございます。それをやりながらですね、私の方は同じようにたまたまドバイとソウルの方にも支店を置いて、3カ所海外に支店を置いてそこでリングをやっているんですが、たまたまソウルの方もドバイの方も現地の人間で非常に信頼できる人がいますので、その人たちと一緒に、まあ、コンサルティングというかですね、主にやっているのはちょっと国によって違うんですけれど、例えばそうだったら今一番多いのは M&A とか、あと韓国企業がお金を借りたいけれど韓国の銀行でもう枠がいっぱいだから、法人のソウル支店からファイナンスするとか、まあ、そんな感じのファイナンス管理の話が韓国は多いです。あとドバイの方はですね、まあ、ドバイに拠点があるんですけれど、結局ドバイだけではなくて中東と北アフリカ、あと CIS 諸国という場所の笠野さんとかウズベキさんとかあるんですけれど、その辺全般に関する調査業務がまあ一番多いですね。例えばよくあるのが何とか省とか、いうところからオマーンの、水処理事情について調べてくれたというときには、例えばそれ何とか送金みたいなところに来てその下請けでやったりとか、で、まあ、現地 の, そのネットワークがあれば、そういう何とか送金の人たちもなかなかそのオマーンのそういうところまで調べきれないのが、まあ、私なんかちょっとドバイの方に投げて、その横のつながりで、私のネットワークというかですね、それなりの一応資料を作って、日本から英語なり、まあ、アラビア語なりとかで、ちょっとあんまりないですけど、日本から英語なり出したりとか、そういう調査業務と、まあ、あとは最近は法人設立ですね、ドバイを拠点に、今後の中東の市場を狙おうということで、やりました。そんな話が多いですけど、まあ、もろもろそういったことを一つやっております、私の会社の方では。それでですね、ちょっとまた自己紹介が長いんですけれど、せっかく来ていただいたので、いろいろお役に立つ話も思っているんですが、私の方は、ですね、並行してというか、このコリドーストラテジーの仕事の他に、UBI という会社がありまして、アルファベットで UBI というんですけど、まあ、ネットで検索していただければいいんですけど、そこの役員も私兼ねてやっております、兼職でやっております。でこの会社はですね、まあ投資ファンドのようなことをやってるんですけれど、大きい金額の仕事もやってるんですが、比較的小さい金額のファイナンスも出してます。例えば、ですね、それで国内、日本国内だけではなくて海外案件とかにも結構出してます。例えばですね、カンボジアでカフェをやりたいという方がいる人に、例えば2000万円お金を出すとか、あと、まあ、これからお話しするモンゴル事業とかについても、まあ、数億円出したりとか、あとはミャンマーで不動産開発をやるのにお金を出したりとか、で最近ちょこちょこ何ていうんですかね、問い合わせというか案件の相談があるのは、やはり中古車輸出に関しては国によってその関税があったりなかったり、まあ、関税がない国はあまりないと思うんですけど、率が違ったり、入れるまでの、リードタイムがどれだけあるかとか、でそれで売った時の利幅がどうかとか、国によってどうも違うなということを最近素人なりに分かってきたんですけど、ただいずれにしましても、